ジャン・リュー・ダ・バディは、フランスの小説家、劇作家、ジャーナリスト、脚本家、作詞家。ミッシェル・ポルナレフ、セルジュ・レジアに、ジュリアン・クレール、ミシェル・サルドゥをはじめとする多くのシャンソン歌手の、約350曲の作詞家、ギーブ・ドス、ミュリー・ル・ロバン・ラ・ユーモリストの寸劇、約200編の作者、クロード・ソーテ監督映画、杉サリ・シヒの、ユーナギ・ギャルソン、 クロード・ピノトー監督映画、平手打ち、フランソワ・トリフォー監督映画、私のように、美しい娘、ジャン・ウェッケル監督映画、再会の夏などの脚本家として知られる。2008年に大衆文化の分野から初めてアカデミー・フランセーズの会員に選出された。息子は、フィリップ・トルシエの通訳、フローランダ・バディ。家族は他に、 作家のジュヌビエーブ・ドルマンとの間に娘クレマンティーヌ、再婚して18年間生活を共にしたアカデミー・ゴンクールの事務局長マリー・ダバディとの間に息子クレマンがある。ジャンル・ー・ダバディは1938年9月27日パリに生まれた。一人っ子で父・マルセル・ダバディはジャンル・ー・ダバディと同じく作詞家、劇作家でモーリス・シュバリエ、ジャック兄弟。 ジュリア・イクレールなどの曲の歌詞や、彼らが出演する映画、寸劇のセリフを書いていた。翌1939年に、第二次大戦が勃発し、出生した父がドイツで捕虜になると、母マッタ・レーナと共に、イゼール県グルノーブルに隣接する、ラトロンシュの父方の祖父母のもとに身を寄せた。戦後、両親は、パリで生活を再開したが、 ダバディは祖父母に育てられ、特に音楽が好きな祖父の影響を受けた。1950年にパリの両親の元に戻り、19区のリセ・チャンソン・ロサイに入学。文学が好きな優秀な学生で、早くも14歳でフランス語、ラテン語、キリシア語のバカロレアを取得し、リセルイコール,ル,イコールグランのグランゼ・コール準備級に進んだ。ソルボンヌ大学に学び、 文学の学士号を取得した。18歳の時に、ジャン・ビラールが主催していたアビニョン演劇祭の国立民衆劇場で研修生として学ぶ機会を得た。ビラールは1951年に、ジェラール・フィリップ、マリア・カザレスらの優れた俳優を迎えて劇団を結成し、古典劇の新解釈と現代劇の紹介によって、アビニョン演劇祭を成功に導いた人物であり、 ダバディは彼らとの活動を通して演劇への関心を深めることになった。リセルイコールルイコールグランに学んでいた頃から小説を書き始め複数の出版社に送っていたが最初の小説、可愛いためを書き上げたのは19歳の時で20歳の時に水友出版社から刊行された。翌年には第2作家庭の神々を同じく水友社から発表した。 これらの作品が、R.The.Spectacle クク編集部の目に留まり、同誌に寄稿し始めた。さらにジャーナリストのピエール・ラザレフが、ダバディの小説と雑誌掲載の記事を読んで、自ら創設した出版グループ、フランパールに採用し、ラザレフ主催のヌーボーカンディットや、 同じ水友者から作品を発表し始めたばかりの若手作家フィリップ・ソレルス、ジャン・エデル・ヌアリエラによって1960年に創刊されたテルケル氏などにルポルタージュや美術評論を寄稿し、ジャーナリストとして本格的に活動を開始した。1963年、兵役に服している時にフランスで活躍し始めたアルジェリア出身の若手作家、 ユーモリストのギー・ブドスの演技をテレビで見てすっかり見せられ寸劇、誕生日おめでとう、ポーレットとボクサーを執筆して彼に送ったところ数ヶ月後にギー・ブドスがこの2作を上演し大成功を博した。2作ともギー・ブドスの代表作となりダバディは以後生涯にわたってギー・ブドスのために作品を書き続けた。ギー・ブドスの息子で劇作家 映画監督、俳優のニコラ・ブドスは、大父である、ダバディが死去した翌日に、追悼の言葉を送り、ダバディは、自分の、第二の父であったと語った。ギー・ブドスは、ダバディが死去した4日後に死去した。コメディではこの他、ミュリエル・ロバン、シルビー・イ・ジョリー、ミシェル・ガ・ラブリュ、ジャック・ビルレ、ピエール・パルマードらのために、約200編の寸劇を書いている。記者として活躍しながら、 テレビ番組の制作にも携わり、ジャン・クリストフ・アベルティの人気番組、レレザン・ベールの制作に協力した。また、国立民衆劇場での経験から演劇への関心を深めた、彼は映画の制作にも関わり、ジャック・ポワトルノー共同監督の映画、パリジェンヌ第4話、エラ、客の3段、1人のエースに4人のクイーンのセリフを書いた。1967年、 28歳の時に、最初の2曲、シンクの家族を執筆し、9区のパリ劇場で、ピエール・ブラッスール、フランソワー・ズ・ロゼー、ロージー・バルトラの出演によって上演されたのを機に、スペクタクルのための作品を書くことに専念する決意を、した。彼はこの時、劇場には、私が好きなもののすべて、私を笑わせるものすべて、私を泣かせるものすべてがある。そこに、 少しでも近づくために全てを捨てた。私に何が起ころうと、それは自業自得というものだと語った。クロードソーテ監督との出会いは映画界における彼の地位を不動のものにした。1970年に上映された杉沙利史日のが大成功を収め、以後、ソーテ監督のハメる、狙われたいもの、夕凪、友情、ありふれた愛のストーリー、ギャルソンなどの脚本を 次々と手掛けた。このうち、ユーナギの脚本と、ギャルソンの脚本、クロード・ピノトー監督の平手打ちの脚本は、アカデミー・フランセーズのジャンルデュック賞を受賞した。また、イブロベル監督の喜劇映画の脚本を多く手掛ける、他、フランソワ・トリュフォー監督、私のように、美しい娘、ジャンポール・ラプノー監督、うずしお、フランシス・ジロー。 デサントオザンファー地獄に落ちて、最近では、ジャンベッケル監督の再会の夏などの脚本を書いた。一方、作詞家としても活躍し、最初は1967年にセルジュレジアニから、彼がモンパルナスのミュージックホール、ボビノで行う芝居のための作詞を依頼され、ダバディはマリー・シュヌバンスを書いた。この曲は、バルバラが1971年に歌ってヒットした。 ダバデはとりわけ、ミッシェル・ポルナレフの代表作、渚の思い出、愛の休日、天国への道、空っぽの家、フランスへの手紙、悲しみのエトランゼなどの歌詞を書いたことで、世界的に知られることになった。1977年に発表された、フランスへの手紙は、ポルナレフが脱税容疑でアメリカに逃れ、帰国できない状況にあったとき、ダバデが彼に送った、フランスよ。 あなたを愛しているという詩であり、ポルナレフから返事はなかったが、2ヶ月後に偶然ラジオで聞いた、ポルナレフのフランスへの手紙は一時一口が合わない、フランスよ、あなたを愛しているであった。ダバディは、イブモンタンの、お勘定、レジーヌの、私は、私の物語、ジョニー・アルディの、俺は、影と結婚した、ミシェル・サルドゥの、心配しない母親たち、彼だから、僕だから、 アバヨ、主制のほか、ジャック・デュトロン、ジャン・ギアバン、ロベール・シャルル・ボア、ジュリエット・グレコなどの曲の作詞も手掛け、特にジュアン・クレールとは、代表作、旅立ち、私の好み、女性たちを愛しているおはじめとして、長年にわたって、共同で制作した。2008年4月10日、アカデミー・フランセーズの会員に選出された。赤字19、小説家、 ピエール・モワノーの公認で2009年3月12日に正式に就任した。400年近い歴史のあるアカデミー・フランセーズにおいて大衆文化の分野から選出されたのは初めてであり、就寝事務局長を務めるエレーヌ・カレール・ダンコースはかつてアカデミーは国民的シャンソン歌手のシャルル・トレネを捕まえ損ねたと語っていた。ダバデの会員就任式で歓迎の辞を述べた。 作家、評論家のフレデリック・ビトゥーは、ダバディの多作で、幅広い活動に触れて、彼が占める席は一つではなく、脚本家、作詞家、小説家、寸劇やセリフも手掛けて、四つか五つの席を占めている、と語った。2020年5月24日、パリ13区のサルペトリエール病院で死去、去年81歳、ジョルジュ・シムノンの小説、 緑の鎧戸の脚色を終えたばかりであった。この作品には、ジェラールド・パルデューの出演が予定されていた。子供の頃から親しんだ土地で、セカンドハウスがある、シャラントマリティーム・県イルド・レノ・レ・ポルトアン・イコール・レで、家族葬が行われ、同地に埋葬された。突起する場合を除いて、出展は、アカデミー・フランセーズ公式ウェブサイト。ありがとうございます。